こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。実況、パワフルプロ野球2022-2023、栄冠内編ライブ配信6回目始めていきましょうということで、二次三次甲子園2024が行われることになりますね。はい、今回は新しい出ます。2024-2025のゲーム版で行われるということで、そちらの予想も、やってみたいなと思います。今年はこの8チームか。前年が10チームだったんですが、まあ、結果的には元に戻ったような感じですね。前年の優勝者、このシーナ・ユイカを打ち崩せるかってとこですね。小野町遥か、それから五十嵐理科以外の5人は、シーナ・ユイカ以外の5人は初出場なので、当然あんまり経験はないわけですが、大会の経験はないわけですが、なんか腹を起こしそうな、チャイカとかもいますし、カナエのやっぱり、ね、ゲーム判断力っていうのも、まあ、どんどん慣れてくると怖いもの持ってますからね。か、まあ、小野町遥なんかもパワープロすごく好きですし、まあ、経験者五十嵐、この町あたりがどこまでっていうのもありますよね。ね、フレンや、港あたりも面白いですね。なので、結構、まあ、あと、ドラフトですね。ドラフトは17日、水曜日。何時だっけ、ドラフト。夕方だったかな、夜だったかな、に行われます。ドラフトで誰を取るかっていうのも、で、毎年、注目されてますんで、お、なんだなんだ、あ、やっちゃったやっちゃった。ドラフトの駆け引きっていうのも注目したいと思います。今年、去年はなんかアンジュ・カトリーナをめぐってのなんか駆け引きだったんですが、今年は誰になるんでしょうね。個人的には八代気づくだと思ってるんですけど、まあ、予想は、はい、後にしまして、まずこちらの方のプレイをやってみましょう。ということで、オンラインサービスは残念ながら終了ということで、
ローカルでプレイということになります。評判を上げていかなきゃいけませんね。3だと赤か。スタミナ、ああ、でも、ペッパーは守備か。2。おっと、2700ポイントある。選手だからな。不思議な変化球。やっぱ高いですよね。一人なんだよな。難しいな。でもやっぱりピッチャーだろうな。スナイパーってなんだ、コントロールか。球速か、わかん。ミート1個。いや、何買えばいい。でもやっぱり個人上げるのはやっぱり最後の手段にしたいから、やるんだったらみんなに貢献できるやっぱり機材の方をやりたいよな。どの機材にするか。でもやっぱりグランドレベルか評判を上げるべきだろうからな。みんなグランドレベルを上げるアイテム。ヒムニってなんだ。あ、すでに取ってるものはダメなんだ。ストップウォッチって総力上がるのかな。その他のアイテムっていうのもあるんですね。履歴書、スカウトできる。いらん。まあいらんわけじゃない。必要な時は欲しいよね。はやっぱり書類だよな。学力、テンション、性格変わる、スカウト評価。やっぱりグランドレベルを上げたいよな結局は。あ、雨天候、練習効果、ダウンカット。でも2週間だからな。あといくら ?900。お、ここでムニムニボール交換券を手に入れたよ。いいよ、ミート上がったよ。3の何か。まだほぐそう。
はや、来た。経験値。スタミナか。まあ、どれでもいいや。試験ですね。期末試験。わ、あかん。で、ここでデータ見て、まあ、その前にアイテムで。ニムニボールってなんだ？かなりグランドレベル上がったんじゃないかな。今グラン、いや、わからん。選手データ見てみましょうかね。いや、疲労度はみんなないんでいいんじゃないかな。シミ連携、オッケー。何たら握力、3月になりました。どっちでもいい。請求アップに変えるか。やったをスタミナ、全然覚えてくれない。そうよか、ミートアップのまま、ミートアップに変更。サードか、わからん。肩って意味あんのかな。見せてみよう。二塁手が丸。あ、二塁手の守備を覚えろっていうのか。つまり、今2年生だけど、一塁手の練習もやってみよう。ミートアップ、ミートアップ、走力アップ。占い師来た。当たる未来はありますか？お、いいですね。暗い未来はなかった。メンタルトレーニング。お、スライダー系上達ボール。バケツ、なんだこれ。さやかて駆動。お、なんかいろいろ上がった。何これ。え、なんで駆動覚醒。
インターバル走、卒業式、さあ、3年生の卒業です。なんか結果が出てる。ドキドキ。2021年度はどうなのか。みぞっと社員。職店員。お、あ、そうだな。ドラフトに指名された人はそうなりますよね。坂口とかすごいな。堺のあれのもすごい。大川ホームラン打ってんのにな、本屋さんか。困ったって、これ、あれ？マネージャー？アイドルを目指していきます。登録する表記のある選手をオリジナル選手として登録します。なんだ？あ、ハイプロのそれ版用の。ああ。そういうことか。30分ぐらいから二次考よドラフト予想をやるか。あ、ドラフトレベル下がった。やばいな、4ばっかりや。スケジュール見直そう。データ疲れを見ないとな。あ、ちょっと疲れ始めてる人もいるな。4以上であれば、マイナスポイントは出ないので、走り込みです。以上は基準。OK。スカウト評価アップ。平田。ファイヤーガール。ダッシュ。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。キックエンドダッシュ。ということで、今、キャプテン翼2も、配信、このチャンネルで配信やってますので、配信やっているときはぜひ見ていただければ嬉しく思います。ファン大好き。何これ？使ってみる？あ、でもこれ6月に使った方がいいのかな。
だよな、一つアイテムしか使えないのは変わらずか。現在の力ですね、打撃力、機動力、投手力、経験以外はそれなり高い。守備力はまあこんなもんでいいや。ペッパーがインターバル走、これ水野の社員、水野じゃなくて水野と、水野となんかを混ぜてやな。機体交換、あ、仮設シャワー交換券やって、1,2,3,4,5、シャワー交換器を使いまして、順調にグラウンドレベルを上げていきます。今22まで上がったんですよね。1以外であれば OK か。投げ込んでみよう。OB の池田登場。あ、予定勝手に変更するんだ、これ。変化球も気になるな、1。え、こいつ、これなんだっけ？パン屋だっけ？お、4月になった。変化球見分けましょう。見分くんじゃない、新球種を覚える。走力アップ、ミートアップ。ミートだよな、ミートと走力が同じだったらまあミートだろうな。あ、二塁手になった。いや、ミートアップ、1年生な、いや2年生な、ともかくな。岩波、極秘の推薦状？なんだこれ。いいですね。お、そういうことか。
け、かなりの選手だと期待できるようになった背中で駆動が。あ、でも松尾も結構期待されてんだよな。なかなかとよりかなりの方が多いと思う。2年生はなんだっけが2人か。今雨だな。変化球。テンションアップ。お、グランドレベルアップ。グランドレベル本当大事ですからね。なんでしょう。お、また白土だ。ブランドレベルをどんどん上げていきます。座禅です。タイトルですね。いや、変えません。そうそう、毎年変えるもんじゃないもんな。新入部員は8人。去年と同じ数ですね。あ、やっちゃとか熱血感とかある。ちなみに、あ、これ数字を見ないといけないんだ。一番あるのは村上の146かな。村上って転生、これ転生選手じゃないの？高橋慎介って、あの日ハムだった高橋慎介。高谷とかも、なんか転生選手に見えるよな。偶然かな？面白そう。この手が、目は形はもうこれ気が強そうな目だ。冷めてるような目だよ。なんか垂れ目。目が疲れてる、充血してるような感じがする。熱血って、熱
血っぽい目ってないな。なんかこの目ってなんか百漫画家の目だよな。これだ、あの熱血言うたらこれですね。怖い怖い怖い。この辺かな。ひげ。あち。あ、ひげは別になくてもいい。ほっぺはなし。すでに。食品なんかもある。熱血じゃないな、これは。まあ、こんな感じで。調子者。調子者にしては外見普通だよな。調子者ってどんな感じなんだろう。あんまり外見に騙されちゃいけないかもしれない。まあ当然垂れ目になるし、調子者の目って難しいな。
調子者ではないだろう。フィンガーファイブみたいやな。まあ、とりあえずこれで行ってみましょう。さあ、入学式。おお、村上と高橋が入学。小倉くんは入学してくれなかった。お、なんか。ね、まあとりあえずようわからんわ。バランス重視タイプにしましょう。で早速食事会を実行です。おお、総力スパイス5個。なんかどんどん強くなっていきますね。さあ、誰を総力を上げる？1年生は2人らよく考えて選ばないとダメですよ。1年生は中原くんへ。え、スライダーってどんな感じ？そうなんだ、シンカーだと？シンカー系ってどれだ？これ？これじゃない。わからん。まず中原くんは後でにしよう。はい、ということでちょっと二次校のドラフト予想いきますか。ちょっとお待ちください。
あ、はい、お待たせいたしました。ではやっていきますか。感じでですね。まあ、オフィシャルグッズも発売されていることで、この8人ですね。でうち、五十嵐、小野寺、椎名は監督経験があります。そして椎名が前年の優勝チームってことですね。ちょっと待ってね。はい、こんな感じで PR タイムズ、を参考にさせていただいてます。で、まあ、グッズもこういう風に、発売されるっていうことですね。まあ、T シャツとかペナントとか。で、あと、開催決定のビデオもありますんで。で、今年、今年は、パワフルプロ野球2024、2025が出たんで、7月18日発売されるんで、そちらの新しいソフトでやるんで、また設定などが変わってきます。なんか魔物がシリーズ進むにつれて弱体化してるっていう話ですが、その辺のバランスとかもどうなるんでしょうね。はい、ということでこの8人の監督ですが、まず、17日に、ドラフトが、行われます。ちっちゃいな。ピストエディッターで申し訳ないですが、あ、なんかでかくなった。で、ドラフト予想ということで、で、直前にですね、2時3時の大型企画として日 GTA っていうグランドセフトオートのグランドセフトオート5のオンライン版をベースにした、2時3時ライバーが参加するイベントですね。星川沙羅、かなえが主催した、イベントが行われて、いろんな、まあ、ドラマが繰り広げられましたね。
感動あり、笑いあり、涙あり。また、警察とギャングの争い、そこに絡む、まあ、麻薬カルテルとか、1位の人を、ラーメン屋とかピザ屋とか、あと、メカニックですね。車とかを直してくれる商店。あと、まあ、いろんな要素があって、ドラマが作られたってことになりますね。恋愛模様なんかも。面白かったですよね。うまくいったこともあれば、なかなかうまくいかなかったこともあった。また、ライバーとして、その RP、ロールプレイングやる人と素で、やってると思われる人っていうのが、対比があって面白かったですね。また、ゲームのうまさを利用、使ってる人もいたら、まあ、ゲームはうまくないんだけど、ひとまず、なんかこの街で生きてみたいっていう人もいて、面白かったイベントなんですが、その二次 DTA でいろんな人間関係ができました。今まで絡んでない人でも、絡んでない人が絡むようになって、面白かったですよね。例えば、二次三次 EN っていう、まあ、英語圏の部門が二次三次あるんですが、狂乱メロコっていう女性ライバーがいるんですが、その人が麻薬カルテルの一員です。で、その親分がクズハで、っていう、まあ、売れっ子ライバーで、そこに、その他レオスっていう人と、今回、監督をやるフレン・ルスタリオの入った4人で、まあ、麻薬カルテルを作ってやったわけですが、メロコさんってあんまり、二次三次内での、なんか、いろいろコラボするっていう印象が、EN 内ではあるけど、JP 内でもコラボってあんまりなくって、むしろ接点としては、なんか、外部の方の接点が多かったんで、それで名前知ってるっていう人だったんですよね。その人が、二次三次内すごい、大きな役をやっていて、中盤ではですね、極戦のヤンクイみたいな、なんか、格好をやったりして、格好とか言動をやったりして、すごい面白かったですね。とか、あと、若手が結構ピックアップされていて、例えば、海星っていう3月にデビューしたばっかりのライバーがいるんですが、医療班なんですが、医療で車飛ばすんですけど、自分がブレーキがあんまり覚えてなくて、事故にあって、自分が死んじゃって、でも絶対助けてやるからなっていうことで、そういう、意志は強い。まあ、いろいろ特に車の運転なんか見せてくれましたよね。あとは、小柳朗っていう、昨年デビューしたライバーがいて、警察サイドだったんですが、署長、副署長、署長が、ローレン・イルアスで、副署長が今回、出てる XRB をエビオなんですけど、その二人がまあなんか不祥事を起こして、一時警察離れてた時に、まあ代わりの署長をやって、まあ、やっぱりまだデビューして1年ですから、ネームバリューもまだまだないですし、いや知らなかったですからね、
小柳朗って。で、あと、やっぱり、所長、副所長ってそれなりに人気ある。特に所長は人気あるライバーだった、ライバーなんで、やっぱり、そこの力関係とか、いろいろ言われたりもなんかもしたんですよね。でも、冷静な判断で、まあ、ほとんど周り先輩ですから、それにいろいろ指示を出したりして、所長、副所長、所長を取り戻したっていう最後は、っていう貢献をしたりして、ヘリの操縦がヘリの操縦がうまいのと、あと、指示出しがすごいうまかったんで、小柳朗、いいなと思いましたね。まあ、それは、日 GTA の話ばっかりになりますが、あと、やっぱり、二次三次甲子園、やっぱり、シーナとかは毎年出てるんで、基本的には、2年連続で出たら、翌年はお休みってなるんですが、シーナ自身は、この二次三次甲子園が始まった時に、関わってるんで、シーナだけは毎年出れるようになっています。まあ、創設者の一人ってことですね。去年、2回目の優勝して、まだ二次三次甲子園連覇がないんですけど、その連覇を狙っているっていうのが今回の大会になります。やっぱり本命視されますね、椎名が。いや、強かったですね、去年の二次三次甲子園は。ダも、トウも。特に、椎名の同期に、クズハが、クズハなんですが、クズハが、なんかもう、二次三次甲子園版大谷とか言われて、打つのも投げるのもすごい、強かったんですよね。その活躍もあり、昨年優勝したっていうところなんですが、じゃあもう今年やっぱり願いたいのがストップザシーナですよね。今年は8監督中5人が初出場なんですよね。そう考えると経験あるシーナは有利なんですよね。他はまあ3年前に出た小野町遥と、昨年、初出場した五十嵐里香。五十嵐里香9位だったですからね。小野町遥も、その3年前は6位だったんで、やっぱり椎名と比べたら実績っていうのは全然上がってないんで。ところではありますね。ということで、あとの5人は結構、まあ、かなえとか、ふわみなととかは、ネグバリュー高いですけど、実は初出場っていうことで、チャイカとかも高いですけど、初出場っていうことで、やっぱり経験がない。というのは。ということで、やっぱり、もう、シーナ、ダントツ一番人気になりますよね。でも、個人的には、シーナすごい去年強いチーム作ったんですが、まあ、今回は、ゲームも、パワープロゲームも最新版になるっていうことで、シーナを誰か止めてくれっていうのが、まあ、希望ですね、私の。で、そこで、まあ、ドラフトですね、ドラフトで誰を予想するかなんですが、取りに行く基準ってこう考えてまして、さっき言ってた日 GTA で絡んだ選手っていうのは結構今年は、重要なんじゃないかなと思ってます。です。同じチームにいた人とか、ドラマ作った人は絡んでくるんじゃないかなっていうの
ですね。で、二次三次甲子園で、2回目、初出場じゃない人は、選んだ人を選ぶ場合もあれば、そうじゃない場合もある。まあ、これは椎名の、時に説明しますけど、またですね、別の監督が、椎名はないんですけど、例えばフレンとかだったら、同期にイブラヒムっていう人がいまして、そのイブラヒムは監督やった時、フレンが1位指名されてるんですよね。ということもあるんで、それとの関係、今度は自分が監督やるんで、逆に、そのお返しに1位指名するんじゃないかなっていう視点もあります。また2次3次って、まあ大体数人で同期っていうのを組みますね。サロメさんみたいな、で、例外もあるんですが、大概は3人とか、多い場合7人とかで同期を組みます。3人がちょうどバランスいいと思うんですけどね。この五十嵐理香のイリオスっていうグループ、まあ女性のグループ、女性ライバーのグループは7人ぐらいいたっけな。相当多かったんで、焦点が結構ばらけちゃうって問題はありますよね。まあ確かに人数多いとそこでの、これグループ内コラボとかも容易にできたりしていいんですけど、誰をしていいかわからないっていう。この中で、このグループの中で誰を押せばいいんだろう。全員は押せないなってことになってしまうんじゃないかな。と、個人的には思います。まあ、それを置いといて、同期っていうのはやっぱり呼びやすい。特にやっぱり同期を数多いと、それだけ指名する。同期から指名する数は多くなるんじゃないかなと思います。まあ、実際それほどでもないんですけどね。まあ、比較的同期呼ぶのは分かりやすい。まあ、フレンとイブラヒムも同期ですし、エクスアルビオ、エビオはデビっていう女性ライバーが同期ですし、チャイカは八代気づくが同期だから、シーナークズハが同期っていう風に、同期だ、クズハとリリム、魔界のリリムっていうのが同期なんで、同期は指名されやすいですね。あとは関係性強い人、まあ同期以外の関係性強いですね。例えば今回、ヤシシっていうのがあって、なんか、カップルみたいになってるんですよ。まあ、一方的になんか椎名が、なんかカップルだって言ってるわけで、八代さんは迷惑してるという RP をしてるわけですけど、ヤシシですね。そういう関係性、いじれる関係性の人を指名するっていうのは二次三次結構得の面白さですね。椎名はこういう関係広いですよね。で、五十嵐理香も、サロメさんとよくコラボしているっていうのもありますし、先輩では、林道美琴っていう、まあ、鬼のライバーがいるんですが、そちらにお世話になってるとかいうので、指名されやすいと。で、小野町遥は瀬戸美和子が、宮子かなが同期なんですが、まあ、いろいろ関係あるライバーも
いたり、二次 GTA では、あの、鈴木勝が、あの、ホストをやってて、そこにまあ、入れ込むっていう RP をするんですけど、ロールプレイングを、小野町遥が、そういう関係があったりして、これは一つの基準になるんじゃないかなと思いますね。あとはやっぱり、結構ドラフトの1位って、去年、お互い牽制入ったりして、こいつ指名するぞっていう風な牽制を入れることがあります。これまあ実際のプロ野球のドラフトでもあるような感じなんですが、例えば、まあ、去年だと、アンジュ・カトリーナっていうライバーがいて、そのアンジュ・カトリーナっていうのは、まあ、今年は出てないんですが、リゼ・ヘル・エスターというライバーが監督をやっていて、同期だったんですが、同期だから指名するだろう。でも、他のライバーも、の監督も自分も指名するわってことで、リゼ監督の邪魔をするっていうような、そういう牽制というか、なんだろうな、ブラフだな、あれは。結果的に、アンジュを指名したのリゼだけでしたからね。みんな他の人を指名しましたから、そういう、なんだ、作戦というか、動揺させる。で、動揺させると本来2位で指名するはずの、2位以下で指名しようっていう人を、順位を上げないといけなくなるんですよね。これ、実際のドラフトでも一緒なんですけど、それによって、まあ、基本的にドラフトで選ぶ選手って、まあ、転生選手、プロ野球とか、まあ、今回の作品から外国人選手なんかも転生選手になるわけですが、そちらを割り当てるんですよね。例えば、まあ、去年の椎名監督だったら、同期の葛葉が1位だったんですが、葛葉が、あの、岩手を、そう、県を選べるんですよね。その所属する県を。県を。で、岩手を選んで、大谷を出して、大谷翔平出して、それを葛葉に割り当てるっていうようなことをやって、葛葉はもう二刀流で大活躍っていうのが昨年だったんですが、何を言いたいんだ。まあ、そういう牽制が、あ、基本的にまあ能力は関係なくて、ライバーの関係性っていう方が重視されるわけですが、やっぱり知名度高い、クズハみたいに知名度高いライバーには能力高い選手が割り振られることが多いんで、そこら辺も1位って結構注目されがちですね。1位っていうのはすごい重要ですね。2位以下は結構簡単に進むんですが、まあもちろん、あの、2位以下でも競合があったら抽選はするんですけど、やっぱり注目されるのは1位ですよね。まあ、去年はアンジュ・カトリーナっていうライバーを、まあ、みんな取り合うっていうような予想がされていて、蓋を開けてみたら、あの、同期のリゼ・ヘル・エスター監督以外は誰もアンジュを示しなかったっていうオチになったわけです。今年そういう、あの、ブラフなんかも、番外戦術なんかも、あの、この二次三次甲子園の魅力なんじゃないかなと思います。じゃあ今年は誰を指名するのかっていう予想をしたいと思います。で、まず、優勝者の、前年優勝者の
椎名結衣香監督ですけど、椎名監督は同期がいます。同期は一人はクズハですね。もうあのメジャーの歌手デビューしたりとか、チャンネル登録者数も、170万人ぐらい行ってたかな、まあ、トップライバーですね、二次三次でいう。それが同期に行って、あと魔界、魔界のリリムっていう、まあ、女性ライバーもいるわけですが、まあ、妹のように可愛がってるライバーではあるんですが、その辺の指名の可能性もあるんじゃないかなという、これ同期指名っていう感じなんですが、まあ、去年あのリゼ監督がアンジュ指名したような感じで、同期指名っていうのはよくあるんですが、でも私を装ってそうじゃなくって、八代気づくっていう、まあ、同期じゃないライバーなんですよね。これヤシチャイ、ヤシシーという、さっきちょっと触れましたが、まあ、椎名がまあずっとなんか粉かけてるような RP をしてる関係でして、まあ要は案件もあって、マットレスの案件があって、ヤシシーでやったりとか、あと、スカパーだったっけな、テレビですね。CS 放送のスカパーのやって、なんかカップルチャンネル、カップル関係みたいなことを、やってたっていうような。そういう案件にも起用されたりっていうので、結構二次三次内では今ヤシシ、1年ぐらい前から熱いですよね。で、本来であればやっぱりクズハ取りたいとこなんですが、クズハ、椎名ってやっぱり主催者側っていう立場もあるんで、バランス考えちゃうと思うんですよね。デビュー当初の椎名だったらありえないんですけど、今の椎名って比較的バランス考える人なんで、だから前年1年主演した人も同じことをやらないんじゃないかなっていうことなんで、それだったらヤシシで一応関係、共演してる八代気づくを、一時指名するんじゃないかなと思いました。で他は、まあ、同期リリムいるんですけど、どうだろうな、リリムってあんまり思いつかないんですよね。いや、リリムがダメっていうわけじゃないんですけど、まあ普通ですよね。一位としてはちょっと弱いかなって思いますね、リリムは。で、あと八代気づくにすると面白いっていうのが一つあって、八代気づくの同期であり、よくコンビ組んでるのはこのチャイカっていうエルフミミの、まあ、オカマキャラのライバーなんですが、まあヤシチャイでコンビ組んでるんですよね。同期ってこともあり。それとやっぱり、でもシーナとチャイカっていうのを二次三次レジスタンスっていう、シーナが昔なんか、そこが悪いって言ったらなんだけど、荒れてるって言ったらなんだけど、まだなんかいろいろ反省文書かされていた時に、まあチャイカが助けてくれたっていうような感じで、 それでなんかレジスタンスっていう
ユニットを組んでたんですよ。チャイカと、あと何人かだったっけな。ということで、本来なら仲間なんですが、そのチャイカが監督としてやってきたんで、これ俺はバトルと思うんですよね。なんで、注目結構シーナ、番外戦術上のライバルは、シーナのライバルってチャイカだと思うんですよね。ということで、ヤシロを築く指名したらチャイカの邪魔もできるし、邪魔ってあくまで2、3試合ロールプレイングの、意味ですね。邪魔もできるし、やっぱりチャイカとのプロレス的因縁もできるっていうことを、普通自然な流れで考えると思うんで、で、一方、チャイカも、やっぱり同期なんで、が、まあ、他のライバーも、まあ、後で説明しますが、他のライバーもいるけれども、ヤシロキズクを指名してくるんじゃないかということで、この二人、競合になると思います。シーナとチャイカってずっと、共演、コラボ、案件とかで共演なんかしてるんですが、今回は、もう、あくまでプロレス的バトルですけどね。ヤシロキズクをめぐって、城は私のものよっていうことでやり合うと思いますね。形成試合っていうか。で、どうしよう。あ、そのチャイカ行こうか。チャイカは、今回、結構要注目で、ストップザシーナに対して、ゲームの能力はともかくとして、結構冷静な、見かけはすごい、オカマエルフなんですが、冷静な、視点も持ってて、一応、面白くさせるための、行動とかもするんですけど、冷静な視点も持っているんで、全体のことを考えて動けるんじゃないかなってことで、今のチャイカの人間関係って、まあ、シーナとか、シーナと、まあ、いわゆる、もともと仲が良くって、作優衣っていうコンビを組んでる佐々木とかと、まあ、仲が良かったりするんですが、それとともにチャイカって、さっき挙げた、去年の監督として挙げたリゼヘル・エスターとも、関係あるんですよね。いろいろコラボしたりして、リゼヘル・エスターってヘル・エスターっていう、静岡県に、本拠地のある、まあ、という設定の国家なんですが、その国家でなんかすごいチャイカが、リゼの兄貴分みたいなのをやってるっていうことで、日 GTA でもチャイカが、リゼの名前を語って、なんかキャバ嬢をやっていたっていう、で、リゼが殴り込んできて、やめさせようとしたけれども、チャイカのなんかすごい、エンタメ力に負けて認めたっていうような話があったんですけど、だから、リゼ1位指名する可能性もあると。は思ったんですよね。でもやっぱり元々の関係ってヤシを築くっていう、まあ社畜ライバーですね。社畜を印象付けたライバーがいて、まあ、PC の知識とかすごい詳しいわけですが、その人
とまあずっとコンビなので基本はやっぱり八代気づくじゃないかなっていうことで、初出場ってこともあり、やっぱり関係値を重視した指名をすると思うんで、ここあの椎名とチャイカの関係も含めて競合しますね。あとやっぱりリゼ1位にしないっていう理由が、あのドラフトのあれもあって、やっぱりあの競合がなければ、誰も指名しないんだったら、あの下位に置いといて、もっと取りたい人を取るっていうような、取りにくい、あの指名しないと他の人に取られる人を取るっていうのが、まあ、ドラフトなんで、そう考えると八代気づくっていうのは、あのヤシチャイだけど椎名に狙われるんで、チャイカは指名するんじゃないかなと思いましたね。リゼもあのリゼはまあヤシチャイよりちょっと関係が弱いのと、あとこの中で言えばリゼ、まあ細かくは関わってはいるんですが、椎名とかも関係ある、ちょっとは関係あるんですが、一応今回あのアンジュとか、まああと乾とこっていうのも同期なんです、リゼを同期なんですが、そちらを監督としては出ていないので、一番関係あるのがフレンで、フレンは乾とこについてあのリゼのことをすごく尊敬しているんですよね。なんで、ね、フレンはイブラヒムっていう同期がいるんですけど、上位指名確立してくるんじゃないかなと思います。ただし、フレンの場合は乾とこを尊敬してるんで、乾リゼは乾よりは順位下だとは思います。です。その一方でフレンはイブラヒムと同期なんですが、イブラヒムは監督の時に自分を1位に指名してくれたっていう過去があるんで、要するに乾とことかリゼを好きでも、結構フレンって社会人経験者なんで、そういう仕事っていう意味ではちゃんと常識的なとこがあるんで、まあ、ポンコツではあるんで、いろいろポンコツな部分はあるんですけど、仕事っていう意味では結構常識的な判断するんで、そういう礼儀とかはしっかりしてるし、性格もすごくいいんで、イブラヒムで普通に行くんじゃないかなと思いますね。でこのフレンですけど、日 GTA ではエニグマという麻薬カルテルに関わってたってさっき言いましたけど、でそのトップがクズハで、あとメロコとレオスっていうのが、まあ、この4人が構成員だったんですが、なのでその辺を指名するんですけど、クズハ指名するのはもう後で説明しますけど、1位しかチャンスないです。それ除いて同期のイブラヒムとか尊敬している乾リゼあたりをより上に指名するかな、いくら 2GTA で絡んだとしてもっていうとこがあるんで、まあもし
あの大ごまをどうしても取りに行きたいっていうんだったらクザは狙いに行くかもしれませんが、まあ、イブラヒムも人気ライバーなんで、イブラヒムを取られる危険性もあるんで、それはまあしないんじゃないかなと思います。イブラヒムも強豪予想なんですよね。自分はイブラヒムという元石油王ライバーっていうのがあって、今はなんか遊んでギャンブルしたりしてる しながらなんかゲームしてるっていうような設定のライバーがいるんですが、まあゲームすごい上手いです。イブラヒムトークも結構いいんですよね。トークとあと恋愛相談、フレンと恋愛相談するような配信もあったんですが、あの視聴者から恋愛の相談を受け付けて、それに対して2人が答えるっていうような配信もあったんですが、非常に的を得た発言をイブラヒムしてて、そういう意味でもやっぱり人なんか人気、他の二次三次ライバーからも人気あるライバーですね。なのでまあこれだけじゃなくてカナエとも関係ありますし、クズハとも関係あるし、イブラヒムは結構あの人気出るんじゃないかなと思います。上から言ってイブラヒムを強豪なるわけですが、それ後で説明するとして、次がまあ2回連続になる五十嵐里香ですね。ちょっと自分よく分かってないとこあるんですが、なのでちょっと去年誰指名したか見ました。基本的にはその去年指名した人から大きく変わらないんじゃないかなと思います。で、去年の1位って誰だっけ？誰だったかな？待ってくださいね。二次三次甲子園、そう、五十嵐里香っていうのは、あのオリックスバファローズを推してるライバーですね。ビールの売り子をしているっていう設定でデビューしてます。なかなか可愛いです。で、二次 GTA 内ではあの、ふわみなとふわちって呼ばれてるんですが、の元でギャングとして活躍しました。で、イディオスっていう大人数の、あのグループの女性グループの
同期の一人でして、去年聖アザラシ学院高校としてで、デビューし、出てます。で1位に百万天原サロメ、サロメさんですね。2位に本間ひまわりっていう風に先輩を指名してますね。で同居イリオスから石上のぞみ、小清水、これは通るかを指名しているってことで、ただ7人いるんですね。エディオスは7人中2人しか、まあ、本人どういったら6人中2人しか指名してないので、結構エディオスだけっていう構成じゃないんじゃないかなってことで、で、今年の1位は闇の衆ですね。闇の衆は7位指名だったですね、昨年。ですが、そこからですね、闇の衆、ピッチャーだったんですが、星評価を392まで上げて、で、本間ひまわりの方の472には落ちるわけですが、まあ、2枚看板の1枚として、ピッチャーとして、まあ、活躍したっていうことで、買い占めながら、まあ、2位指名の本間ひまわりに匹敵する活躍をしたっていうことなんで、で、あと、今年、今回の2024、2020は外国人転生選手が導入されるんで、闇の衆って、EN なんで、EN がおそらく外国人転生選手になるんじゃないか、と、言われてるんで、EN の選手を入れてくるんじゃないかなと思います。まあ、それは他の監督でもあるかもしれないんですが、私はこれを五十嵐監督が指名してくるんじゃないかなと思います。闇の衆って結構 EN ではチャンネル登録者数多い。で、まあ EN では人気ライバーですね。で、あと、ボックス悪魔っていう人もいまして、これが、昨年のどこのチームだっけ、1位になったのは。ボックス悪魔は、ホーバスはローレン・イワスなんだ。
イブラヒムは。で、2位がカナエで、3位がアルスアルマンか、なんか。面白いメンツだな、なんか。こうじゃなくて、ブックサークマ指名してたのは、そうだそうだ、八代築の監督の去年の横須賀流星だ、ベイスターズファンですね、八代築っていうのは。機動力野球を、あ、なんか機動力野球じゃないか、マシンガン打線を武器にしたか、ボックス悪魔、フアミナト、花畑、チャイカ、シスタークレア、アルバーノックス、エディ・コニファー、トラヒメ・コトカか、指名は7位までの指名か、まあ、ということで、ボックス悪魔指名してる監督がいるんで、去年も。まあ、なかなかの強打者でしたので、だから、ENZ としてボックス悪魔を指名する人がもしかしたら他にも出てくるかもしれないですね。ENZ として誰を指名するのかっていうのは気になるとこです。狂乱、さっきフレンと関係ができたって言ってた狂乱メロコ、メロコさんも指名、他の監督が指名する可能性もありますしね。あくまで手堅い予想をしてますが、波乱があれば指名される可能性もあるというとこなんで、EN 選手、誰が指名されるかも注目したいですね。ということで、闇の州とか、あと、去年1位で指名したサローメ、忍野美琴って指名してない？いや、6位で指名してますね。なのでその辺も今年あんまり変わらないと思って、変わるかもしれません、大きく変わるかもしれないけど、まあ、同じことをしてくる印象しかないなっていうのはありますね。で、続いて小野町遥、この人はなんか温泉の女将っていう設定のライバーで、まあ、なかなか可愛いです。ちなみに、パワプロ大好きで、プロ野球は巨人ファンですね。読売ジャイアンツファン。で、アルスアルマルにしてるんだけど、これ、この町の同期って瀬戸都なんですけど、瀬戸都がまあ、今の、人気とか考えて競合することはないだろうということなんで、でもアルスアルマルは、エビオと仲いいんで、取りに行く可能性があるんですよね。場合によっては1位で競合する可能性はあるかもしれないんで、アルスアルマルを取りに行くんじゃないかなと思います。アスワルアウって、まあ、ちっちゃい、かわいいライバーなんですが、
ゲームうまかったんじゃないかな。まあゲームうまいはず。うん。やっぱりちょっとよく、まあ彼女も3年前の実績見て判断するしかないとこではあるんですが、日 GTA では鈴木雅と関わったんで、鈴木雅を指名する可能性もあるかもなっていうとこですね。鈴木雅、ホストのダークネス。で、あとは長尾圭とか、シスタークレアとか、3年前指名フミとか、神田翔一とか、3年前指名したものを順当に指名してくるんじゃないか。そんなに変わったことはしないんじゃないかなっていうのが予想です。わからないですけどね。すごい変わったことをしてくる可能性はあるかもしれませんけどね。で、チャイカが1位は説明した。で、あとリゼもまあ空いてたら絶対指名するでしょうから。この辺は指名するんだけど、あと、チャイカデビュー当初、シーズっていう、いわば、なんだろうな、見習い枠、チャレンジ枠って言ってるけど、まあ、見習い枠ですね。大量にデビューさ、質より量って、まあ、悪く言えばそうですけど、まあ結構素人の人が多かった印象ですよね。でもすごくこのシーズ勢が二次三次支えてるって思ってるんですけど、チャンネル登録者数としてはあんまり伸びてないんですよね。やっぱりたくさんデビューさせすぎちゃったなと今では思いますね。このシーズ、もっとシーズって今2次3次本体統合されてなくなってるんですけど、まあ、2次3次に吸収されてるんですが、シーズでデビューしたメンバーは今でもすごく連携強いですね。そう、シーズっていう枠に夢を、かけるだっけな、夢追いっていう名前でしか呼んでないけど、すごく MC が上手いライバーがいるんですけど、で、歌も、シンガーソングライターっていう設定なんで、歌もすごくやるんですけど、チャンネル登録者数もっと伸びていいのになって、もう30万台と、2018年初期にデビューしたライバーとしては、いろいろやってるのに伸びてないのは、ちょっとな、女性人気とかも出るだろうしなって。ちょっと不思議に思ってるんですが、そういう感じでシーズ勢って案外、チャイカも含めて、チャイカ、あと、主催として、1年ぶり復帰した前本圭介とかも、そんなに数字ない、チャンネル登録者数の数字ないんですよね。この後2019年前半でデビューした組、さっき言ってたリゼ・ヘル・エスタとかアンジュ・カトリーナとかイヌイトコとかの方が、あとその後にデビューした星川サラとかの方が人気はあるんですよね。人気っていうかチャンネル登録者数はあるんですよね。なのでなんかライバーの力、面白さとチャンネル登録者数って一致しないなとか、このシーズ勢って宇津木光っていうライバーがいて、彼は本当にすごい、サブカルっていう意味ではすごくすごいライバーなんですけど、彼もまだ30万台で、でも2次3次内では存在感あるんですけどね、まあ、中学生、
という設定のライバーがいるんですが、御曹司っていうサブカルがすごい強いんですけど、なんかサブカルの話をすごい縦板に水みたいにして、自分すごく2、3時内ではアンジュ・カトリーナと共に好きなんですけど、なんか、まあでも人選ぶかな、サブカルは。なんか、まあ売れるって結局ホロライブとかいう、なんだろう、アニメのキャラみたいな、リゼロのレムとか、まあ、完全に当たってないかもしれんけど、そういうアニメキャラみたいなのが売れるから、ちょっとすれた中学生って売れないだろうな。でも、夢追いはもっと売れていいのにな、やっぱりタイミングなんだよな。配信頻度とかもありますけどね。今、シスタークレアって、どのぐらい？シスタークレアって、シスターで、まあ、いわば、男性の、こういうアニメとか好きなオタクには受けそうな気はしますが、シスタークレアって今、どのぐらいな？ 55 万人か、同期勢としては悪くはないけどな。もっと伸びていいのになっていうことで、そういう上のライ女性ライバーってたくさんいますからね。数字は悪くないんだけどな。ということで、ドラフトと関係ない話になっちゃいましたが、小野町遥かまでの説明だったっけ。チャイカですね。チャイカは、チャイカはシーズとしてデビューしててっていう話で、シーズの話しちゃってたから。このチャイカですね、さっき知ったんですが、最初にデビューした8人のうちの1人で、まあ、象徴とされている月の実と、まあ、高校生の委員長のキャラですね。そちら、まあ、結構尊敬してるライバーって多いんですが、リゼヘル・エスタなんかもそうですし、影響を受けてる人結構多いみたいですよね。なのでそういうライバーとか、あと接点のある伏見岳とか加賀美社長って呼ばれてるんですけど、その辺も指名してくるんじゃないか。あと椎名と同期のリリムあたりも接点ありますから、指名してくるんじゃないかなと思います。まあ最も他のライブ、他の監督もいるんで、先に指名できればっていう話ですけどね。伏見岳だって他指名し、誰か指名してくるかもしれないよね。この町あたりも指名するかもしれないし、まあ、いろいろ複数な可能性は考えてると思います。まあ、とはいえ、チャイカは、人脈広いんで、この人が、別の監督に指名されたとしても、別の候補を出すこともできるんで、あんまり気にすることはないんじゃないかなと思いますね。さあ、続いて、エクスアルビオ、エビオですね。の1位は、ローレン・イルアス。ローレン・イルアスは、2次 GTA の所長をやってました。
まあ、すごかったですね、ローレンの活躍。警察を所長として、まあ、GTA って、まあ、いわゆるアクション要素のある、アクション要素とか、あと、まあ、銃を撃つ、バイオレンスな要素のあるゲームなんですが、やっぱり慣れてない、2次3次内で、まあ、その GTA の世界に入って、いろいろ行動するっていうような、10日間の企画だったんですが、まあ、GTA のオンライン、まあ、いろんなサーバーが立って、遊ばれてるわけですが、ストグラとか、VCR とか、ローレン・イルワスっていうのは経験者なんですよね。エクサルビオも。でも、ほとんど、署員って経験してない人で、それを、ヘリの操縦とか、パトカーとか、どうやって逮捕するかとか、警察で、罰金の手続きはどうするかっていうのをずっと教えていったり、あと、まあ、二次三次ライバーって結構癖があるんで、結構いたずらしたりする、したり、そういう人いるんですけど、それをうまくまとめ上げてて、もう3日目では、チームワークが完成されてたんですよね。まあ、ローレンすごいなって思いましたよね。で、それを陰支えてたのがエビオ で、結局このコンビは、まあ、この、所長、副所長、まあ、なんか、事件を起こして一回、警察、クビになっちゃうんですけど、まあ、結果的になんか、いろいろ行き違いがあったとか、あと、まあ、戻す戦いが行われて、で、戻ってきてっていうことがあって、で、ギャングと戦って、結局ギャング止めることはできなかったんですが、すごくいい、やっぱり、もともと何もわからない人たち、ライバーばっかりだったんで、それを育てたローレンってやっぱりすごいなって思いましたね。さらに、最後やっぱあるサプライズが、主催してた星川かなえ側にあったんですけど、そこにも一枚絡んだりして、まあ、八面六臂は大活躍だったですね。でも、エビオもすごくて、やっぱり、ジバトップじゃない。エビオの方が、二次三次のデビューって、先輩なんですよね。一年弱ぐらい先輩だったっけな。一年ちょっとかな。エビオが2019年、ローレンが、2021年だから2年ぐらいか先輩なんですけど、あんまり声の質とか、だいたい他のライバーって何々さんとか呼んだりするんで、あんまり先輩感ってないんですよね、良い意味 で。常にローレンってバルアウトっていう FPS って言っていいのかな、なんか、銃などを使うゲームがあって、そこで一緒に戦って、で、仲良くなったっていう実績があるんですが、結局この二次 GTA でも、所長、副所長、ずっと、まあ、一回クビになっても、エビオ、ローレンについていって、別れなかったんですよね。そういうことで、そういう関係が非常に強くて、なので今回、まあ、エビオの性格ってすごい大事だなって思いますよね。
覚でやっぱり視聴者も穏やかになりますよね。まあある程度チャンネル登録者数が多いから嵐とかも出ちゃうことは出ちゃうんですけど、その中で比較的穏やかじゃないかなとは、思いましたね。そのコメ欄とか見て、あんまり見たくないですけどね、コメ欄不快なものも多いんで。でもということもあってローレンを、そういう絆っていうのがあるんで、もしあのそういうのはやっぱりライバーすごく意識すると思うんで、ローレンを、ま、個人的希望として、1位として示したいと思います。まあ、エビ他にもまあいろいろ同期に桜律樹っていうのがいたり、あ、エビはレビか、サツが律樹じゃない、勘違いしてた。レビって、まあ、鬼の、鬼っぽい、なんか、ライバーがいるんですけど、それが同期なんですけど、関係も弱いわけじゃないんですけど、やっぱり今はローレンじゃないかなということで、ローレンを1位ですね。あと、アルスとかリリムともよくあのゲームコラボやったりするんで、この辺もあるんじゃないかなと。あと、イブラヒムとかクズハとか、白気づくとかも、まあ結局みんな指名したいですよね。クズハや白気づくとかは。でもまあ俺がっていうタイプじゃそんなにないんで、エビオ自身が、他が取るって言ったらあの引っ込むんじゃないかなと思います。で、アルス1位って予想したのが小野町が取ると思ったんですが、エビオはそう考えないんじゃないかなって。エビをアルス取る人いないんじゃないかなって。なんかわからないけど考えちゃうんじゃないかなと思ったんで。それよりはローレンかな。まあ、よくて2位かなと。で、リームも取りに行きたいけど、まあ、1位って、これもあの椎名のところで説明した通り、1位でっていうわけにはならないし、まあ椎名が取るから、そんな無理はしないかなっていう、ここはありますね。まあ、クズハとか八代気づくもそうですね。あと、闇の衆は、他、例えば五十嵐リカが取らなかったら取るかもしれない。取れるかもしれない。闇の衆も、この所長、副所長に終盤結構ついていって仲間になったんで、関係性的に取りに行く可能性はありますね、ということで。で、あとですね、この監督結構、去年の、ニュイソシエールの、に指名を、監督のもとで、選手としてやってたんですが、まあ、同じく、魔女と英雄っていう枠で、ファンタジー枠なんですよね。なので、まあ、ローレンも結構、異世界から迷い込んできた警備員だったんで、異世界、エデンっていう、とこから紛れ込む、エデン組っていうんですけど、この同期が、エデンっていうとこから来た、
ファンタジー的な人なんで、という設定なんで、そういうファンタジー的なところも守るんじゃないかなってことで、はい。で、まあ入院も、入院指名されたんで、その指名の開始をするんじゃないかなってことで、入院の指名もあるんじゃないかなと思います。で、あと警察ですね。警察関連、佐々木とか神田と神田さんとか倉持メールトとか西尾千草、西尾千草って後半入ってきてすごくインパクト残したんですよね。所長副所長がクビになった後で取り戻しに行くんですけど、そこで所長を倒したのが西尾千草ですね。で、もう一人、カナエがいたんですけど、その、カナエが残ってたんですが、カナエを倒したのがリリムで、この二人が結構お手柄で、あと、神田さんも二人、クズハも含めてやってるんで、結構お手柄だったんですが、その西園あたりは取りたいとこですよね。西園、リリム、神田さんは。で、あと、獅子堂も警察関連だ。獅子堂、小柳朗も大活躍した。榊ネスは今年3月デビューした新人なんですが、ペリーがすごくうまかったですね。ということで、この辺は撮りたいだろうな。小柳朗自身は、なんかヒーロー枠ですから、そういう意味でも、エクスアルビオって英雄っていうキャラクターですから、なんか似たようなとこがあるんで、ヒーローと。和風ヒーローですけどね、小柳郎って。狼的な。そういう思い出ある人を取りに行くんじゃないかなと思いますね。あと、東木京子とはよくコラボやってるんで、撮ると。あと、三枝明とも仲がいいんですよね。結構当たりが柔らかいんで、仲いい人多いんですけど、エビオも。三枝を本当は撮りたいんですけど、まあ、撮れないだろうなと。結構周り、人気あるんじゃないかなと思いますね。まあ、ふわみなとと仲いいですし、かなえがやってる生徒会っていうユニットの一人ですから、ちょっと、まあ、他を犠牲にしていかないと取れないし、そこまではしないんじゃないかなと思います。次がフレンか。フレンは、イブラヒムはもう説明したね。で、イヌイトコとか、リゼは説明した。あと、メロコさんは GTA で、共演、同じ、麻薬カルテルとして共演した。で、あと、星川ですね。星川は GTA の主催者なんですが、いろいろ、ここ1年、たんですよね。で、フレンは乾とこが好きな。で、星川は樋口楓、楓先輩って言ってるんですけど、先輩の樋口楓が好きなんですけど、それがなんかフレンが樋口楓にちょっかいかけたり、星川が乾にちょっかいかけたりする時があって、結構なんか ライバル関係っていうシーンもあったんですが、その一方で二次 GTA ではですね、フレンが星川に声かけたりして仲いいとこもあるんで、指名してくるんじゃないかなって、ね、思いますね。だからフレンと星川の関係も結構二次三次内で面白いんで要注目ですね。
ね、アンジュも結構面白い関係で、まあ、結婚したい同士の、結婚したい、旦那を探してる同士の関係で、で、あとスプラーとかでも一緒になったりして、まあ、ライバル関係ですね、こちらも。別にリゼを取り合ってるとかそんなんじゃなくて、単純にそういうライバル関係で、でも実際は結構仲が悪口っていうかな、そんな言い合いながらもなかなか仲良かったりしますね。あと高宮リオンっていうのは、ユニットを組んでるんですけど、その3人ユニットを組んでるんですが、その一人ですね、先輩です。なのでこの辺とかもう一人いたよな、国立フレンズ学園高校。博士風紀だ、トリニティっていうユニットの、フレンは一人でして、そのえ、残り2人が先輩でして、1人がこの高宮リオンで、もう1人が、博士冬樹っていう、ので、この辺も指名してくる可能性はありますね。博士は、人間関係的には、一応、実験大好き系女子高生っていうキャラ付けはしてるんですが、ヨルミネアと同期なんだな。まあ、歌がすごい、歌をたくさん歌ってる人ですね。MC 組。夜ミネラと社長こと。加賀美隼人と同期か。まあ、でもそう。で、加賀美隼人ってラーメン屋やって、出たんですけど、二次 GTA ではその店員もやってましたよね。まあそうなるとフレンズまでは関係ないんだけど、博士とフレンはまあいろいろ歌系が多いんだろうな。まあでも、ね、指名してそのトリニティの関係でプレイの性格的なものを考えたら指名する可能性は全然ありますね。まあ大穴としてはクズハを思い切り1位指名してくる可能性はあるかもね。絶対イブラヒムかって言ったら、まあイブラヒムだと思う。そのオンっていうのがあるからすると思うんだけど、まあ、ちょっとあのクズハをあのカナエが指名するだろうクズハにをぶつけてくる可能性っていうのも
ちょっと片隅には考えたいなとは思いますね。まあ、フレン結構運もいいですので、そういう意味では、幸運のシーナに対抗できる存在かもしれないですね。面白そうです。結構、持ってるライバーなんで、要警戒ですね。で、次がフアミナド、人気ですね、ライバー。ロフマオっていう人気ユニットの一人で、ポストキャラですね。で、こちらもゲームいろいろやるんで、ゲーム関係の人と、仲がいいんで、その辺の誰を指名するんだろうって。クズハなんだろうか、ローレンなんだろうか、っていうとこなんですが、仲いいなから、イブラヒムか、サエグサか。で、どっちかといえばイブラヒムの方が取りに行きたいんじゃないかなっていう感じで、仲いいのはサエグサ、仲いいですけど、イブラヒム取れたらすごいいいかな。で、ダメでも外れ1位として、サエグサ、置けばいいんですから。じゃあ、もちろん、カナエが、イブラヒム指名し、いや、まあ、ないか、クズハ指名して、他に、フレンとかに競られて、でも、フレンがクズハ指名したらダメか。死んだあたりがクズハ指名することはまあ考えない。もしくは誰かが指名して競り合ったらエビオあたりが指名したりして競り合って負けたら三枝も外れ1位ながら抽選になると思うんですが、まあその確率は非常に少ないと思うんで、取れるでしょうね。まあ、三枝の重要性ってやっぱり、カナエの生徒会的にはやっぱり副会長樋口楓ですから、結構、まあ、生徒会やり始めたんで、三枝の、活躍っていうか、居場所的なことを考えてっていうのを想像してるんですけど、一応やっぱり、カナエとしては副会長、樋口楓なんで、三枝を外れ1位でも指名しないんじゃないかなってことで、イブラヒムでフレンと競って負けても三枝取れるんで、まあいい戦法かなって、は思います。で、まあ、同期が白石とも、白雪智恵とグエル・オズガールか。で、あとロフマオのユニットですね。組んでるんで、その中から、まあ、カイダと特に仲いいみたいなんで、その辺の指名とか、あと、まあ、フワッチは、二次 GTA でギャングやってたんで、そこのギャングの構成員、の中から
取ってくるんじゃないかなっていう予想ですね。まあ、それだけ取れればいいでしょうという感はあるんで、まあ、イブラヒム取れて、三枝取れたら結構勝利だけど、どっちか取れれば、まあ、それでいいんじゃないかな、とは思います。で、ロフマンの中何人か取ったり、二次 GTA のギャング組から何人か取れれば、あと、同期から取れれば、それで、まあ、十分なんじゃないかな。まあ、ただ、わからないんですよね。意外な動きしてくる可能性はあるかもしれないし、イブラヒムじゃなくって、クズハを当ててくる可能性もありますね。クズハを指名して、三枝を外れ1位にするとかも考えてるかもしれないですね。最後、カナエですね。カナエはもう、初出場ですが、もう、クロノワールで、タッグ組み、もともと知り合いで、クロノワールでタッグ組んでるクズハでもういいと思います。まあ、まずクズハですよね。やっぱり、クズハ第一で動いてるっていう感じはあるんで、うん。絶対クズハ指名すると思います。で、次が生徒会ですね。ユニット生徒会。で、ちょっと三枝と迷ったんです。三枝も迷ったし、スオサンゴっていう、まあ、スペイン村とかで有名な、アピールとかで有名な、中学生ライバーなんかもいたり、去年監督やったレオスとかもいるんですが、一応やっぱり、格的に樋口楓を2位にするんじゃないかなと思いますね。まあ、手堅いと思います。で、次がやっぱり、三枝じゃないかなと思いますが、その、クワッチに取られるんじゃないかな、そこまで。残ってないんじゃないかな、3位だと。で、生徒会、7位まで取るとして、生徒会他が5人だから、それでも1人余るのか、全員取れたとしても。で、もし三枝が取れなかったら2人余るから、じゃあ、誰を入れるかって言ったら若手かな、いろいろ考えられますけど、まあ、星川とか取る手もありますね。二次 GTA で共演した。主催をやった。ただ、星川は結構、誰かが、星川も結構強いライバーですから、今、女性ライバーの中では、誰かが取ってくる可能性はあるんで、ある程度順位上じゃないと取り逃がすと思うんで、個人的には、若手で、カナエが注目してるだろうと思うのが、宇佐美。まず宇佐美ですね。クローナーの番組に出てきてアピール良かったし、今までもすごく元気なキャラでやってますからね。やっぱりすごく気に入ってるんじゃないかなって思います。で、もう一人が稲見雷。稲見雷は日 GTA で、まあ、キャバ嬢役をやったエリー・コリファっていうのと、なんか恋愛ロールプレイングをしたんですよね。それがすごくカナエに受けて、メインコンテンツとかいう、なんかギャング
がその大きな大型犯罪をしようと してるのに、こちらのなんかこういう模様の方がおもあの面白いってことで、ね、注目されたん で稲見大自体も好青年なんですよね。好青年だし、いろいろあの音声とか技術持ってるから要注目ライバーなんで、そういう多分よく叶えて見てると思うし、運営側の視点も最近入ってきてるような気がするんで、若手の中では稲見雷って結構、まあ、個人的にも私個人的にもあの今回名前挙げたなって思ったんで、指名してもおかしくないんじゃないかなって思ってます。ということで、まとめると、前回優勝者の椎名はヤシシのカップルロールプレイングでヤシロで、チャイカもあの同期なんで、同期でコンビ組んでるんでヤシロで、五十嵐リカはちょっと色々は可能性あるけど、闇の集かボックス悪魔じゃないかなと。で、小野町遥は正直どれを上位順位にするって考えるんですけど、まあ、瀬戸宮子っていう同期もいるんですけど、私は一応アルスアルマルにさせていただきました。で、エビオがやっぱり GTA のつながりで ローレンを1位とにして、フレンは同期で、以前1位で指名してくれたイブラヒムを競合覚悟で選ぶと。で、フアミナとはちょっとわからない、いろんな可能性があると思います。この中に出てない人を1位する可能性もあるかもしれないけど、でイブラヒムとかサエグサじゃないかな、もしくはクズハかな、その辺かなと思います。でカナエはもうクズハ1本で行くんじゃないかなというところが、まあ私 のドラフ二次三次甲子園2024のドラフト予想でした。はい、ではもうちょっとやって終わりたいと思います。今がここにあるのか、あ、女の子がいる。スクワットはスタミナ、メンタルが、肩か。こっちも肩ですね。どっちでもいいや。ヒーツ。体力回復。握力強化。1、2、3、4。変化球。変化球も言いますからね、今の高校球児は。あら、あ、でも土がグランドレベルが上がった。グランドレベルは極端に上がるよね。1、2、3、4、5。スクワットが4。何がいいんだろう。スクワット。ダンベル。オッケー。そして、疲れはそんなにみんな溜まってないな。じゃあ大丈夫。
読んで疲れは取れるけど、読んでいく必要はない、練習の指示もしなくていい、疲れ溜まったけど数人だから全員じゃないんですよね。ここがまあ問題、気になる点だよな。でバント練習をやって5月、1年生か。わからんな、ピッチャーったらな。変化球、新球種を覚えさせる？いや。捕手だろ？球ってそんな意味ないよな。肩かな。肩上げてもしゃあないしね。パワーアップしとこう。キャッチャーのキャラクター結構多いな。1年生もキャッチャーいますしね。走力を上げよう。ミート。で、ミートに戻す。あ、3年生か。パッパーを上げる。高谷は、走力。まあ走力とミートだったらミートですよね。この辺もミート上げる。で前田は難しいな、走力を上げる、ミート上げる、ミート上げる、結構ミート、ミート上げる、ミートあげるってことで、1年生はみんなミートからだろうな。やる気、テンションアップ、練習効率アップ。なんだろうこれ、え、なんで。おお、いいんじゃないでしょうか。さあ、誰を推薦するか。1年生はまだわからんもんな。山本和。1、2、3、4、5、4。赤だけ避ければいいと思う。ダンベル、疲れは溜まったが疲れは取れる。ペッパー5が5以降、本屋さんだ。いや、あ、来た、威圧感、これ強いですよ、威圧感は。ピッチャー疲れさせますからね。使いましょう。威圧感、3年生に使うのがいいのかな？ 2年生に使うのがいいのか。1年生のピッチャーに。やつかになりますってすごいな。ミートがある選手の方がいい。お前、やつかん来た。これ多分さっき去年言ってた二次三次甲子園でも、昨年の椎名監督っていうのはすごいやつかん使いまくる、やつかんの打線を並べて、ピッチャー疲れさせて、そこから鶴瓶打ちして、勝つっていう。
試合が多かったですよね。スケジュール見直します。ペッパー、たい焼きだ。いいですね、待ってます。すいません、で野球か。あ、またあった、なんか来た。3年目から何かがありますね。あ、推薦状か。いいですね。4だと赤になっちゃうから、どうだろうな。守備連携、組んだ。せやかて駆動、1年生。え、あー、なんかこれね、星数さすがに3以上はまずい。まっすら、さあどうだ。こいつ上がった。4。占い師、性格、受けれる、やんちゃきた。進路相談、久しぶりに。魚屋さん、いいよ。なんか急に上がってきましたね、みんな能力が。素振りとかあるけど、握力強化、総合練習、6月に突入。あ、失敗したかな。休息、休息かな。休息上がってますね。ミートアップ、総力アップ、ミートアップ、総力アップ、肩アップ、総力アップ、ミートアップ、総力アップもか。パワーアップもしとこう。パワーアップ、総力アップ、ミートアップ、ミートアップか。じゃダメなんだな。よしよしよし、オッケーオッケー、みんないいですね。宮沢賢治、ちょっと数字見ていきます。素振り、なんだ俺。
で、ダンベル。山崎な。シュート系上達ボール。それでどうなんだ？でも、打撃力、機動力が低いな。意外性は結構高いんだけどな。選手データ見てみましょう。なかなかの選手、かなりの選手は、本当増えたな。選手データってこれ、数字ってないの？あ、こういうことか。まあ、まだ1回生なんで、321-285。松尾が340で194243、悪くはないように見えるけどね。210190、二次三次甲子園でもやっぱり300とかだったから、あの優勝した椎名監督除いたら、投手力はなかなかいいな。でも野球はやっぱり投手力だよな。最近全然試合、2月以降試合やってないんだよな。グランドレベルは2。練習指示。まあでも、あの、何もしません。疲れもそんなに溜まってないしな。これ数字を見ることができるってことですね。岸本が247あるな。まあ、不動には落ちるけどな。ベンチ外なんていうのはあるんだ。人数増えるとベンチ外が多くなるんだろうな。まあ、みんな1年だからしゃあないけど。1年はまだまだ体作りですからね。はい、ということで、スクラップブックはドラフトまでか。なんだろう。今回ここまでですね。はい、ということで、栄冠9やっていきました。で、それとともにですね、なんか長くなりましたが、1時間半以上やってたな。本編が1時間ぐらいなのに。7月17日にドラフト会議、7月18日から8月にかけて行われる二次三次甲子園2024のなんかドラフト展望をお送りいたしました。ということで皆さん参考に していただければと思います。
なつたない話で、なんか同じことばっかり喋ってしまったり、話が長くなってしまって申し訳なかったですね。今後もあの栄冠ナインとかいろいろゲームやっていきますので、ぜひ見てください。今回の配信ツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。この配信のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。YouTube、チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Premier Live 2 Days After Upload My YouTube Channel Channel Subscribed and Good Button Please。 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントに ゲーム配信の予告とか、アーカイブの様子流しますので、ぜひ、ご覧ください。ぜひフォローもお願いいたします。また、ポストに対してのいいね、リポストなどもぜひお願いいたします。Twitter X My アカウント Please Follow and Repost and Good Button Please。パワフルプロ野球2022-2023栄冠ナイン編お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。